皆さんこんにちは浜屋のけも太です本日ご紹介いたしますのはこちらオークリーの新作オプサラミックフレームソケット TI というアイテムを本日はご紹介いたしますえー、オークリーの中でも非常に定番モデルとして数多くのバリエーションを出しているソケットにチタン製フレームの新しいアイテムが加わりました、えー、かなり線の細いワイヤー系フレームなんですけれども デザイン的にはこのブロー部分はですね、えー、プレートのパーツを使ってるんですけどもここのテンプルのところに筒状の丸い棒状のアイテムで細くなっていくというどこかミニマムな印象をそぎ落としたような雰囲気のアイテムに仕上がってるというのが今回の、えー、ソケット TI の特徴になってまいります。ままたたスプリンングヒンギーこここのの部分に使っっておりますのでこういった お顔を包み込むようなスリーポイントフィッティングで軽やかに仕上がっているというのが今回のソケット Ti の特徴になりますそしてサイズも2種類ありまして結構ゆったりめサイズなんですけれども56サイズと 一回り小さい54サイズというこの2種類のサイズがあります。私くらいの顔の大きさですと54サイズのこちらの方がジャストサイズではあるんですけれどもややゆったりめサイズでかけるアイテムをお探しの方にこの56サイズ非常に魅力的に感じていただけるんじゃないでしょうか。まずはちょっとゆったりめサイズの方のこちらサテンブラックの56サイズからご覧いただきたいと思います。こちらの方をかけますと結構ゆったりめサイズではあるんですけれども かけてみると意外とジャストサイズに近いような印象で使っていただけるアイテムに仕上がっているというのがこちらの方のアイテムになります。 かなり大きめかなというところなんですけれどもこういうサングラスっぽくゆったりサイズのアイテムをかけたいなという方にとても魅力的に感じていただけるんじゃないでしょうかチタン製フレームということもありますしこのワイヤー状のテンプルえ全体的な構造からもですね非常に軽やかなまるでかけているのを忘れてしまうようなかき心地に仕上がっているというのも今回の えー、ソケット DI の魅力になるかと思います結構大きめではありますのでやはり体格のいい方大きいサイズ、えー、私よりも体格のいい方ですとこちらの方がジャストサイズになってくるかと思いますそして一回り小さいこちらの方なんですけれどもマットミッドナイトというカラーですねブルー系のフレームになっていますこちらは4サイズあ54サイズですね になるんですけれどもやはり私の顔くらいの幅感ですと54サイズがジャストサイズになるのかなというところですね今までのお送りのアイテム結構小ぶりなアイテムが多かったのでそういう意味ではこういうサイズ感のものを、えー、待ち望んでいた方々も結構多いんじゃないでしょうかかなり使いやすいビジネスシーンでも使っていただけるオンオフともに使いやすいアイテムに仕上がっているというのも特徴になるかと思いますそしてもう一色入荷しておりましてこちらの方は 無垢の鉄色を表現しているピューターというカラーですねちょっと光沢感のあるメタリックなフレームなんですけれどもこちらの方はこのような印象になっています、えー、ちなみにサイズはこれが56サイズというサイズ感になります、えー、ただゆったりめサイズかなというところなんですけどもかけてみるとこういったサイズ感もありだなと感じさせるこの、えー、フレームのデザイン、えー、こういったところも今回のオークリーの ソケット Ti の魅力になるかと思いますぜひ楽しみながらお選びいただきたいと思います本日ご紹介させていただきましたのはオンオフともに使いやすいワイヤー系フレームに仕上がっているソケット Ti ですどうぞよろしくお願いいたします本日は以上です